小山町は、とう海国、現在の静岡県灰原郡吉田町にかつてあった、日本の城である。吉田町指定史跡、築年は不明。今川氏によって築かれた山崎の砦が土台となったとされる。今川義元が、桶狭間の戦いに敗戦して、以降、武田信玄と徳川家康は、大井川を境界として、駿河を、信玄。 東東海を家康が領有することを約束していた。しかし1568年12月、信玄がその約束を破って侵攻し、今川氏真を討って山崎の砦を攻略する。対して家康は松平誠のに城塞周辺の領地を与え、1570年4月に城塞を落とすことに成功する。1571年2月、 甲州から2万5千人の兵を率いて攻め入った。信玄はこれを、新城から奪取して、小山城と名付け、大熊朝秀を城主に置き演習攻略の拠点とした。それまで小規模の城塞に過ぎなかったものが、武田方の改築によって、本格的な築城がなされたとされている。小山城追記は、大井川西方の防衛ラインを形成し、武田方にとって、 高天神城攻略のための拠点となった。これにより信玄は、三河にて、アスケ、ダ二連機を取ったとされる。信玄の病死後には、この武田勝頼が後を継ぎ、東海道の金や原に、諏訪玄城を築城し、高天神城攻めの足掛かりとした。しかし、新兵器、鉄砲の登場により、武田の騎馬隊は、長篠の戦いに敗退、諏訪玄城も落城し、 残兵が逃げ帰った先が小山城であった。勢いに乗った徳川軍は小山城を攻撃したが、常磐の岡部元信らの防戦により落城は免れた。小山城は剣道であったため、滝境城を通じて武田方の最前線である高天神城への補給路のようとなっていた。これに対し徳川軍は、城の南方にある、 吉田田んぼの青たがりを行い食料攻めを行った。1581年3月に皇天神城が落城し、翌1582年2月に、織田、徳川軍による公衆制伐が開始されると、戦況を見た兵たちは素を捨て小山城は自落した。三日月堀追記法の特徴が顕著で、追記の吉足ししを決定する縄張りを行ったのは、 甲州流築城家の馬場信春。雪川に面した絶城第一上に築城をされ、本極林二の車、三の車からなる連隔式の城である。甲州流追記術の特徴である丸馬だし、三日月堀りを持つ。三重の三日月堀りは内側から幅7メートル、9メートル、10メートルであり、内側の二つには土類があるが、一番外の堀には土類がない。 三重の堀は他にあまり例がないとされている。1987年9月、吉田町が小山城市にノーマンテラ山公園として整備し、町のシンボルとして模擬天守展望台小山城を設けた。三層五階で、1、2階は資料展示室として、町ゆかりの歴史資料や甲冑などが展示されている。三四階は吹き抜け、5階は、 展望台となっており、町内を一望のもと見渡せ、晴天時には、南アルプス連邦や伊豆半島、お前崎の海岸線、駿河湾までもが遠望できる。天守閣部分は犬山城を模したもので、400年前の小山城にあったものとは別物である。また、城西側に掘られたトンネルは、美前守水道と命名された。ありがとうございます。